平成25年6月23日、本日は地元のスーパーで売られている国産和牛の放射線量が高いから、調べてみてほしいという情報を、いただいたので、早速購入しに来ました。では行ってみましょう。それでは早速この常陸牛を購入してみます。それではこれからこの国産和牛、常陸牛を測定します。一体どれぐらいの放射線量があるのか見てみましょう。それでは早速、測定に入るんですが、その前に、このパッケージの表、裏、その周りを見ていただきます。東京のある映像制作会社のスタッフはこのような報道に対して宣言を仕込んでいるデマ映像、捏造映像だと揶揄するので、今ご覧いただきました。我々は何も仕込んでない、種も仕掛けもない、これから測定を報道します。測定している場所の空間線量なんですが、こちらは 0.16 マイクロシーベルトあります。ちょっと屋外での、測定をやっているので、バックグラウンドは、高めです。 0.16 マイクロシーベルト、 0.16 マイクロシーベルトです。それではお肉の上に、測定器を置いてみましょう。お肉の上に測定器を置いてみました。このお肉から放出されている、放射線量は、どんどん上昇していきます。現在 0.22、0.21、0.2 マイクロシーベルト、あります。先ほどバックグラウンドが 0.13 から 0.16 あったので、こちらバックグラウンドの方を自動構成かけてみたいと思います。現在構成中です。しばらくお待ちください。構成が終わりました。構成完了後の、測定値なんですけども、やはり先ほどと同じく 0.23、 0.2 から 0.23 というところでしょうか。そのぐらいの放射線量を出しています。このようなケースでは、このパッケージから肉を取り出して直接測ってほしいというメッセージやメール、いただくことが、予想されるので、早速肉を出してみましょう。そして直接測ってみたいと思います。はい、それでは肉を出しました。肉の表裏を見てください。何も宣言は、ありません。ではこの肉を直接測ってみたいと思います。はい、それではパッケージから取り出した、肉を直接測ってみたいと思います。
それでは線量計を置いてみましょう。肉を直接取り出して測ると 0.45 マイクロシーベルト、今 0.44 ですね。ちょっと下がってますかね、0.43 から0.45、 0.43 から0.45 マイクロシーベルト、あります。続いて、各種の識別をしています。こちらの常陸牛にはどのような、放射性物質があるのか、今各種識別をしているので、しばらくお待ちください。まもなく各種識別の方が終わろうとしています。残り数秒になりました。どのような放射性物質がこの常陸牛にあるのか、今測定結果の方なんですけども、セシウムの137、セシウムの137がこの常陸牛に、含まれています。なぜこのように線量の高い、和牛が流通しているのか、それは原発事故以降から、情報が流通している通りのことが起きているんじゃないかと思われます。We need to get subscribed and get this unity stronger and beat YouTube at their own game. Okay, that's what this is about. Like I say, go to the remix button, hit the remix button. That way you'll have this video and keep up with this. Otherwise, you know, YouTube's just going to control us, guys, and it's really bad.